トウグマは、クマとクマ、または、クマと人間、クマと犬が戦う競技。クマとクマ、クマと人間が戦う競技は、ローマ時代、闘技場で行われていた。また、クマと犬が戦う競技は、ベアファイティングもしくはファイティングベアとも言われ、柵に、縄や紐で繋がれたクマを刀剣が噛みつく。いわば刀剣によるクマいじめが、エドワード一世の頃から盛んであり、17世紀には、 国技としてイングランドで行われていた。1835年には禁止される。ちなみにこのベアファイティングに使われていた犬はブルテゲアやマスティフである。西部開拓時代のアメリカではハイイログマとオウシア・ライオンが戦わせられることがあったが、多くの場合はハイイログマが勝利を収めていた。クマ一頭に対してオウシア・ライオンが二頭という対戦の記録も残っている。 アメリカのプロレスでは、レスリングベアと呼ばれる特別に調教されたクマと、プロレスラーが戦う試合が行われていた。クマとの対戦経験のある元 NWA 世界、ジュニアヘビー級王者のダニー・ホッチによると、とても人間の叶う相手じゃないということはやってみてよく分かったとのことである。また、極真空手のウィリー・ウィリアムスも、クマと戦ったという話があり、クマ殺しとニックネームがついた。 1990年代に日本のプロレス団体がレスリングベアを輸入して工業に出そうとしたが動物愛護団体からの抗議により断念した。オンザオールドウエストコーストビーイングファーザーレミニセンシーズオブエレンジャー。ありがとうございます。